立浪が監督として失敗した理由誰もわからない。なんでこうなったん？戦力足りてないだけやろ。コーチ経験すらないのに首脳陣に射程しか招聘しないような舐めた人間だから同級生すら二軍監督にして遠ざけた。米食わせない大将なんて戦国の世なら反乱されてるぞ。理由の一つは高橋周平を使わなかったことだと思う。なんでここまで周平を欲したんだろ。シーズン使い続ければそれなりの成績残すのに。言うて戦力あったら成功してるやろ。いつまでも解説者気取りだからや。戦う顔という客観性に書くフレーズで選手を切り捨てた結果、立浪自身続投したいんか。こんな弱くて叩かれるならやめたくなりそう。マジで改善されたのが選手交代時にきちんと審判に報告することしかないの。やばい。ほぼ10年 B クラスの球団なんか誰が監督しても一緒なのにな。現実兼用や選手のモチベーション下げることしかしてないから誰も立浪を信頼してない。みんな中日に夢中やし失敗ではないやろ。あれはどれだけ多いかわかるはずの恥知らずだよ。カネリがうまい試合追いかけるだけ辛いし、スポナビチラ見して終わりやな。契約しとるけど関連くなるって聞いてくるかな。ご視聴ありがとうございました。